で、じゃんけんの話です。そう、じゃんけんの話です。よいしょ。僕ね、結構ね、面白いなと思ってる話があって、これ、高校生になったら、数学の問題出てくるんですけども、中学校で、まあ、出してくれる学校もあるかな。うん。はい。何かというと、じゃんけんで、あいこになる確率です。あいこになる確率ですね。はい。すげえ字が汚くて申し訳ない。ちょっといつもと違う書き方をしてるんで、あれなんですけど、はい。じゃんけんであいこになる確率の話なんですけれども、二人対戦ですね。A 君と B 君が、まあ、戦いますってなった時に、あいこになる確率って何パーセント、何分の何ですかっていう問題。うん。はい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 。ね。あいこになる確率ですね。で、まあ、これを解くときに、確率で出てくる話としては、あ、そうですね。はいはい。いくつか出てきてますね。はいはいはい。そうですね。一回出して、そうですね。最初に出してですね。はい。最初に出して、アイコンなら確率って感じですね。もちろん、アイコンでしょ、アイコンでしょって続けたら、どっちか勝敗が決まっていくので、まあ、どっちが勝つかというと、それぞれ、勝ち負け2分の1ってなりますけども、そう。出すとですね、3分の1になりますね。あ、と言っちゃ間違えたと。うん、全然間違えても大丈夫ですよ。グー。で、B さんがグー。チョキ、パ、グチパと書きます。で、A さんがチョキ。で、B さんがグー。B さんがチョキ。B さんがパ。そして、もう一個が A さんがパ。あ、すごい汚いですね。今日すいませんね。うまくいかない。グー、チョキ、パーですと。はい。で、この中でアイコンになってるものがどれかなっていうふうに見ていくと、アイコです。アイコです。アイコです。で、全部でいくつあるかなっていうと、1,2,3,4,5,6,7,8,9 っていうことで、9分の3で、アイコが、3分の1ですね。はい。じゃあ、はい、一応質問します。3人の場合どうでしょう ?3 人の場合です。はい。ね。急に言われるとちょっと混乱しますよね。あれ謎だけアイコってみたい。A さん、B さん、C さんでじゃんけんポンとしました。はい。3人で、アイコになる確率です。さあ、いくつでしょう?ちょっとこれ書くの大変なので、ちょっと皆さん書いてほしいなと思うんですけども、試すときはね。はいはいはい。ああ、いいですね、いいですね。先生、これってグーチョキパーの場合もアイコで、はい、グーチョキパーの場合だけアイコってことですよね。グーチョキパーでアイコですし、あとはそうですね、同じ手でもアイコです、うん、そう、同じ手でもアイコです。あ、いいですね。体感的に7割ぐらい、あ、いいですね、いいですね。これね、僕この後出していきますよ。どん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 数が増え、人数が増えてきたらどうなるかっていうのをですね、出していこうと思っていますんで、はい。3人の場合どうでしょう?直感的に答えるとみたいな感じでもいいですね。はい。27分の6、体感的に7割から9分の1、3分の1。あ、いいですね。割れていただきありがとうございます。割れないとちょっと困ってたので。ありがとうございます。はい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 。いいですね、いいですね。ではですね。ちょっと見ていきましょうか。ここまでは僕も計算しようと思うんですけれども、はい。まあ、アイコになる確率だけ出していきましょうか。あ、アイコになるパターンだけ考えていきましょうか。全部大変なんで、例えば、アイコになるパターン、A がグーを出した場合で、アイコになるのって、B と C が何を出せばいいかっていうと、例えば、グーグーグーだったら、これはアイコですね。みんな同じ手になりました。うん。で、あ、そう、これね、一応ね、全パターン書くこと考えできるんですよ。グーグーグーっていう風に、これ樹形図っていうやつで、この後ね、チョキ、パーっていう風に書いてってもいいんですけども、結構書くの大変なんですよね。なので、あんまり普段の数学ではやらないと思うんですけども、樹形図抜粋っていうですね、僕の裏技がありまして、今日はそれをやります。必要なものだけ書き出す。全パターンが何通りか分かってるっていうですね。そういうやり方です。グーグーグー。はい。他に、A さんがグーでアイコンになるパターンは何かっていうと、グーパー、
チョキですね。そして、これの逆パターンもあります。グー、チョキ、パー。ね。A さんがグーを出すときに、どういうふうに、やればアイコンになるかっていうのは、この3パターンがあります。うん、で、まあ、勘がいい方というかですね、あの数学で最近までやってる方とかはですね、ああ、なるほど、じゃあ答えはいくつだってわかると思うんですけども、はい、A さんがチョキの場合どうなのって話でもう一回書くんですが、やることは一緒です。チョキ、チョキ、チョキ。ね。で、チョキ、パー、グー。チョキ、グー、パー。はい。ありがとうございます。あの、全然ですね、皆さん間違えてもらっていいんですよ。あの、じゃないと僕の話がですね、あの、意味がなくなってしまうというか、はい。どん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 いろんなパターン考えてもらってね。グー、チョキ。で、あえて計算せずに直感で答えていただくのもすごくありがたいんで。この通りですね。うん、うん、うん、うん。そう。このパターンです。で、これがアイコで、他にはなさそうですね。今、網羅的にちゃんとやりましたよね。はい。A がグーでアイコになるパターンって何かなっていうふうに出していきました。で、A がチョキで。で、A がパーでっていう形でやったので、一応これで全パターンだと思います。で、アイコンになってるパターン、これでいくつあるかっていうと、9通りあって、で、これで分母が大事ですね。何かっていうと、A さんが、3通り出し方があって、B さんも3通りの出し方があって、そしてね、C さんも3通りの出し方があるんで、27通りあります。3×3×3 が、これが、分母になります。で、漏れなくね、ダブりなくとコメントいただきましたが、そう、ちゃんと出すことができてるんで、抜粋した樹形図を見ると、9通りのアイコがあるということで、3×3×3 分の9通りがある。3×3×3 分の9っていうのがアイコになる確率になるので、そう、27分の9はおっしゃる通りです。はい、3分の1となります。なので、実は、これ、じゃんけんってすごくって、そう、アイコンになる確率が3分の1なんですよね。この2人の場合と3人の場合。これね、僕結構感動したんですよ。あ、じゃんけんのシステムってめっちゃいいじゃんっていうね。うん。お、なるほどね。よくできてるなーって思って、さあ、こっからですね。ありがとうございます。4人の場合どうなるかっていうのはね、ちょっと皆さん、ここでは計算がちょっと大変かもしれないです。まあ、こういうふうに樹形図的に書いてもいいんですけど、結構大変です。なので、皆さんよかったらですね、4人の場合どうなのっていうのを、ちょっと皆さん、4人の場合は、グーパーチーグー、グーパーチーグーとかでもアイコってことですか？あ、そうそうそう、そうなんです、そうなんです。グーパーチョキっていうふうに、もうすでに3人で揃ってたら、あとのもう一人は何出してもいいんですよ。そう。なので、結構ね、考えるの大変かもしれないですね。まだ抜粋簡略樹形図は書けるかもしれないけども、まあ、それも挑戦してもいいかもしれないです。はい。で、まあ、答え方は多分3パターンあるかもしれないですね。具体的な数出してもらってもいいですけども、A、B、あ、A、B、C だとちょっとあれか。1、2、3にしましょうか。1、2、3で、1は、3分の1より、大きい。もしくは3分の1と一緒。ね。3分の1より、小さい。あ、少ないにしようか。小さい。ね。どういうことかっていうと、アイコになりやすいと思ったら、このね、3分の1より大きいという予想。ね。まあ、3人でも一緒でしょ。じゃんけんのシステムってマジすげえかな、みたいな。人が作ったんじゃなくて神が作ったんでしょ、みたいな。まあ、よくわかんないですけど。って思ったら、まあ、同じかな。いや、もうね、人数増えるとアイコの確率を減っていくな、みたいな、ふうに思う場合は、ね、まあ、少ないと考えてもらってもいいかなと思います。はい。ちょっとだけお時間取ります。どうなるかね、ぜひぜひ考えてみてください。9割ぐらい。また3分の1になりそう。ああ、いいですね、いいですね。皆さん、いろいろと考えていただいて。はい。さあ、どうでしょうかね。4人になるとどうなるか。そっか、この間僕喋ってないと放送事故みたいになっちゃう？まあでも、ぜひぜひ。僕ね、間違ってもらっていいんですよ。直感と実際っていう、なんかそういうふうな話とか。
あ、そうですよね。うんうんうん。で、さっきね、ちょうどね、何でしたっけ、ココアさんがですね、7人くらいでじゃんけんして、私1人だけ負けたっていうね、あの話があったんで、それもちょっと面白いですよね。うん。そうなら確率でもぜひ出せればと思ってるんですけども。さあ、ではでは。じゃあですね、あの、分母だけちょっと一緒にやっていきましょうか。はい。ずっと3分の1な気がする。4人目何ですか。ああ、なるほどね。じゃあちょっとせっかくだから少し、あの、妄想してみましょうか。あ、数えてくれた人いますね。ゆっちゃんこれ数えていただいたような気がしますね。はい。調べてくれた。いいですね。ありがとうございます。じゃあ、はい。4人、あ、ちょっと待ってね。僕今画像保存し忘れてた。一回復活して保存して、で、消去します。はい。でですね、じゃあ行きます。4人で、じゃんけん。で、アイコですね。さあ、これの確率がどれぐらいかって言いました。あ、なんか今日この話でなんか半分ぐらい過ぎちゃいます。まあでも、あの、いいです。分母はいくつかで言うと、A さん、B さん、C さん、D さんの4人なので、はい。4人が、グーチョキパー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 なので、3×3×3×3 分のなんですよ。はい、なので81分の、まあ、うまくね、あの、約分できるかもしれないですけども、81分のいくつかっていう話になってきますね。はい、ね、約分できた場合は今コメントでいただきますけど、まあ、27分の13っていうのは、81分ので言うと39ぐらいですね。はい、うちの81分の57っていうのは約分することはできますけど、約分すると27分の、19かな、はい、みたいな感じになってではですね、いくつかという話になりますが、なんとですね、こちらが計算すると、答え言っちゃいますね。はい。なんと、あ、書けない。よっと。はい。ちょっと僕も計算間違ったらすいません。僕もさっき計算しちゃったので、なんとはですね、3×3×3×3 分の、39通りが、アイコに、なる確率です。はい。計算間違っていたらすみません。これいくつかっていうと、81分の39。で、これ3で割ることができるのは27分の13ですね。で、これをパーセントに直すといくつかっていうと、ちょっとかな。10何パーセントですね。48.10%、48.1% ぐらいですね。さっきのやつが3分の1なんで、それと比べると、3分の1ってのは 33.33333% なので、まあこれと比べると、だいぶアイコの確率が上がります。そう。上がります。そうなんです、そうなんです。そう。まあこれ直感的にはなんとなくわかりますよね。人数が多かったら、グーとチョキとパーとかね。それが1種類でも揃っていたら、一種類とか、一種類でも揃ってたら、もうその時点でアイコになっちゃうんで、そう。で、ちなみにちょっと僕も計算できるか不安なんですけども、さっきココアさんがですね、チャットでコメントいただいていて、そうそう、A でも、あ、そうそう、アイコの人数多いからアイコが多い。うん、そう、多いです。合ってます、合ってます。そう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 。で、アイコが多いんですよ。で、7人の場合ですね。7人の場合で、1人だけ負ける。この確率がどれぐらいかって話ですよね。これはね、実はね、計算しやすいです。はい。7人の場合、1人だけ負ける確率っていくつって話ですね。はい。これは、さっきの僕の抜粋樹形図で、負けるパターンを3パターン書きます。かなり悲しかった。A さん、B さん、C さん、D さん、E さん、F さん、EFG、HI、J、1、2、3、多いですね。4、5、6、7、あ、10になってる。7人ですね。で、ココアさんので、ね、せっかくなので C さんが負けたことにしましょう。はい。C さんが負けます。とします。っていう、樹形図ってどういうふうになるかっていうと、何かというと、あ、わかんなかった。ですね。A さんが例えばグー。で、B さんがグー。で、D さんもグー。E さんもグー。F さんもグー。で、G さんもグー。で、C さんだけチョキっていうパターンですね。はい。っていうのが一パターン。
で、次何かっていうと、パーですね。はい。で、他の人たちが、チョキ。そうです。チョキです。チョキ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 と。かなりシュールですよね。じゃんけんぽいってやったら一人だけパー。で、他全員チョキってですね。一瞬本当っていうふうに、グーいないのっていうふうにね、こう確認しますよね。この瞬間。で、グー。で、パー、パーですね。パー、パー、パー、パーの、3パターンしかないんです。はい。ということで、分母はもう計算しやすいですね。7人いるので、3×3×3×3、あ、なんか変な字になっちゃった。3×3×3×3、1、2、3、4、5、6、7分の3です。なんで、まあ、分母分子で3があるので、これ消し合っていくと、いくつになるかっていうと、3を6回かけたもの分の729分の1。 なるほど。は729分の1です。ああ、なるほどね。まあ、1000分の1までいかなくても、これが起きる確率をさっきの何割何分何人で言うと、打率で言うと、ほぼほぼ0割0分1厘に近いですね。多分1000分の1に近いっちゃ近いんで。なので、めちゃめちゃ運がいいのか悪いのか分かりませんけども、そんな現象です。かなりレアです。そう、かなりレアです。そう、かなりレアです。で、これすみません。僕もちょっと休憩時間っていうか、一回ね、間挟みながらですね、お話ししていこうと思うんですけども、じゃんけんの、なんか、あいこ連続記録ギネスみたいなのがなんかあるんじゃないでしたっけ？ちょっとこれ僕忘れちゃいましたけども、そう、ね。じゃんけんってやっぱ身近な題材なので、こうやってね、いろいろ話が広げやすいですし、ね、自分自身の経験をもとに、その確率ってどれぐらいだったのかなっていうふうに、話広げられるんで、まあ、もちろんね、確率の、題材としてじゃんけん出てくるんですけれども、うん、まあ、サイコロとか、コインとかよりもですね、身近に感じることができると思うので、ぜひ、じゃんけんでいろいろ計算して、見てほしいなーって思っております。